ジョセフ・アームストロングは、イギリスの機関車技術者で、グレート・ウェスタン鉄道の2代目の機関車総監督である。彼の弟のジョージと、息子の一人も、グレート・ウェスタン鉄道に入って、優秀な技術者となった。カナダでしばらく過ごした後、ジョセフの父親トーマスが、ノーザン・バーランド公爵の管財人となったことから、1824年に、一家は、 ニューバーンに今日定めた。ジョセフは入滑するアポンタインのブルース学校に入ったが、そこではロバートスチーブンソンも生徒として学んでいた。1823年にロバートスチーブンソンは彼の父親ジョージスチーブンソンと共に機関車工場を町に立ち上げた。これに加えてニューバーンはワイラム軌道の一方の端に位置しており、有名なパフフィングビリー号や ワイラム・リリー・号などの姿が若いジョセフの技術者としての熱意をかきたてたに違いない。ニューバーンには低知式蒸気機関で運転される炭鉱鉄道もあり、その中にジョセフが最初の職を得たウォルボトル炭鉱もあった。スチーブンソン一家との地域に加えてアームストロング一家にとって重要な関係となったのが1825年に、 まあ新しいストックトンアンド・ダーリントン鉄道の初代、機関車総監督となった、メソジストの事前家でもあるティモシー・ハックワースであった。ハックワースを通じて、十代のジョセフは、ストックトンアンド・ダーリントン鉄道で、機関車の運転経験を得たと思われ、また後にグレートウェスタン鉄道のスーインドン、工場において、大きな責任ある立場となった際に有名となる彼の、人道的で、宗教的、 社会的なものの見方にハックワースが強く影響したと示唆されている。その一方で、当時の発展し始めたばかりの蒸気機関車に関する実践的な経験を学び続け、1836年に20歳でスチーブンソンが建設したリバプールマンチェスター鉄道の機関士としてエドワード・ウッズに雇われた。その四年後、ハルセルビー鉄道の同様の職に移り、 そこで主任に昇格し、またジョン・グレーの先見の民のある機関車設計に触れた。グレーを追って1845年にブライトン工場へ移り、アームストロングはそこでまた他の葬式の機関車技術者で、あるデイビッド・ジョイを知ることになった。1847年にアームストロングは、シュルースベリーチェスター鉄道において、エドワード・ジェフリーズを支える機関車副監督に任命された。 その修理工場はソルトニーにあった。ジェフリーズが1853年4月に離職すると、アームストロングは機関車総監督に任命された。また1853年にシュルースベリーチェスター鉄道は、シュルースベリーバーミンガム鉄道と機関車を共通利用することになり、アームストロングは両社の機関車全体に対して責任を負うようになり、 ウルバーハンプトンハイレベル駅に近い、元シュルースベリーバーミンガム鉄道の修理工場に移動した。そこで彼は、弟のジョージを助手と作業監督に任命した。1854年9月1日に、両社はグレートウェスタン鉄道に合併した。その機関車工場は、スーインドンにあった。合併した小さな2社は新たに設置された。 グレートウェスタン鉄道北部局となった。アームストロングは引き続き職にとどまり、かつてのシュルースベリーバーミンガム鉄道の工場を置き換える大きな工場がウルバーハンプトンに設置された。旧シュルースベリーチェスター鉄道及び旧シュルースベリーバーミンガム鉄道の機関車は、グレートウェスタン鉄道にとって最初に所有した標準機の機関車であった。 これらの機関車はすべて機関車製造メーカーが納入したものであったが、グレートウェスタン鉄道の取締役会は、今後の標準機機関車はウルバーハンプトンで製作したいと望んでいた。ウルバーハンプトンはまだ機関車心臓の設備を備えていなかったため、1855年にスウィンドンでグーチ設計による標準機機関車の製作が始まり、一部は 外部の機関車メーカーによっても制作された。1859年にはウルバーハンプトンでも機関車の製作が始まり、これはアームストロングの設計によるものとなった。これにはある程度の自由度が与えられた。1864年にクーチは機関車総監督の地位を辞任し、アームストロングが彼の代わりを務めるように承認した。 グーチの帰還者に関する業務に加えて、アームストロングは客家者についても責任を負うことになり、これを反映して職名が帰還者、客家者総監督となった。グーチと同様に彼の職務は北部局も含んだものとなったが、北部局については弟のジョージに権限を異常していた。スーインドンに着任すると、 アームストロングは熱意を持って彼の厄介な業務に取り組み始めたが、その熱意は結果的に彼のが安健な体をもってしても健康を害するほどのものとなった。ビクトリア長期の特徴的な課長らしく、彼は勤勉で厳格で、不正や堕落に対して不寛容で一生懸命働く者に対しては寛容で迫愛を示した。鉄道における業務に加えて、数院ドンにおける 毎日の暮らしにも深く関わった。彼はメソジストにおける在家の説教師であり、一方でまた、スーインドンには各宗派の教会を確保しようとした。彼は、グーチが創立した機械工学校の校長であり、アームストロング在任中にその学校は大幅に拡大された。また1864年から死ぬまで、スーインドン新町委員会の議長を務めた。また、 医療基金委員会、病人基金委員会、町の水道施設、固定地病院とその共済組合などにも関わった。1860年代から1870年代は、グレートウェスタン鉄道の拡大の時期であった。1846年に、機関委員会が後期での路線拡大に否定的な結論を出して以降、ほとんどの新線は、標準機のみで付設された。 アームストロングの職務には膨大な後期機関車群の保守があり、その大半は更新化代替の必要があった。さらに1868年からは急速に拡大する標準機や参戦機場の路線向けに運用する大量の標準機の機関車を設計する必要もあった。広い目で見れば彼は会社の全車両と グレートウェスタン鉄道網全体にわたって働く1万3000人の従業員の仕事と生活状態に対して責任を負っていた。1877年頃から心臓病の兆候が見え始めていた。彼は仕事を止めたがらなかったが、結果的にスコットランドに療養に出かけることに同意した。しかしこれはあまりに遅く、機体の旅行の途中マトロックバースにおいて、 心臓発作で亡くなった。6月7日に行われた彼の葬儀は、スーインドンの歴史でも最も記録に残るもので、工場からは2000人の従業員が参列し、さらにウルバーハンプトン工場からも100人が、そしてさらに多くの人々が、グレートウェスタン鉄道全体から集まった。外部からの参列者もおり、例えばブライトンから、ウィリアム・ストラウドリーも参列している。 すべて合わせると6000人にも及ぶ人々がセントマークス教会を埋め尽くした。教会の東側には今でもアームストロングと彼の二人の息子を記念するオベリスクを見ることができる。ジョセフはサラバードンと1848年に結婚した。二人の間には9人の子供ができ、そのうち4人はスーインドンにおいて修行した。 1873年にグレートウェスタン鉄道はアームストロングウィッカのために大きな家族住宅ニューバーンハウスをスー・インドン工場と駅の南東側に建てた。ディーンとチャーチル・オードも後にそこに住んだが子供のなかったコレットは他に住むことを選びニューバーンハウスは1937年に解体された。こんにちはその後地にニューバーン・クレセントがある。 アームストロングが設計した機関車は、グーチが設計したエポックメイキングな機関車や20世紀になる頃の優雅さを備えたディーンの最良の設計に比べると、今日あまり知られてはいない。ほとんどのアームストロングの機関車は、第二次世界大戦前に、多くはそれより遥か以前に運用を終え、一両も保存されなかった。ある作家は、実際のところこの点についてあまり多くのことは、 言えないが、単純にこうした機関車はあまりにオーソドックスでよく設計されていたのだと示唆している。同時に、アームストロングは、グレートウェスタン鉄道に、当時のイギリスにおける他のすべての鉄道より、そしておそらく世界すべての鉄道よりも、あらゆる交通に対して適切な機関車を残したのだということが適当であるとしている。ジョセフが製作した機関車は、すべて六輪であった。 ありがとうございます。